ディナ・カミオネスは、メキシコ、イダル・ゴシュシウダ・サー軍に本拠を置くトラックとバスの製造を行う自動車メーカー。1951年メキシコ政府によって設立される。1989年以降、グループエンプレサリアルのグループ企業となっている。フィアット、ルノー、フィクシブル、カミンズ、パーキンス、クライスラー、ナビスター、キャタピラー、スカニア、MCI、シュコダ、 スパイサー、イートン、ダナなど、大手自動車メーカーや部品メーカーと協力し、トラックとバスの製造を行っている。現在は、都市部や輸出向けバスとターミナルトラクター製造を行っており、トラック製造に関しては、BMW 市会社の技術を利用し、製造を行っている。1951年、メキシコ政府の指示により、財務省と 公共信用省及び経済省を通じ、ディーゼルナシオナル SA として設立される。1952年にディーゼルナシオナルは、フィアットとの製造及び技術支援に監視署名しており、最初に 682T トラクターの製造が開始されており、その後、乗用車部門の製造へと規模が拡大している。旅客輸送部門では1956年に、 モデル 682RN バスの製造が開始されている。しかし、フィアットの製造コストが高いために1960年1月パートナーシップ契約が解除されており、ルノーとの契約を締結している。1961年、アメリカのバスメーカーであるフィクシブルと提携し、ここで2種類のバス製造が行われている。1962年にメキシコ政府は、 自動車業界に対し規制を設けており、貨物と旅客双方での車両や部品の輸入に関し輸入関税を設定している。この保護主義的政策によりディナは恩恵を受け30年にわたり国内市場で有利な立場であった。1989年、コンソリシオグループに売却されたことで民営化が行われている。ありがとうございます。